アンドレス・ボニファシオ、アンドレス・ボニファシオは、フィリピンの独立運動家、革命家、スペインの植民地支配からの独立を目指すフィリピン、独立革命のリーダーの一人である。この革命は、ヨーロッパの植民地政府に反対する、アジア最初の革命であり、ボニファシオは、現在でも、同時代の民族運動家、思想家のホセリサールと並び多くのフィリピン人から、 敬愛の対象となっており、1951年発行の二重ペソ紙幣より、たびたび、紙幣の肖像に使用されている。また、誕生日である11月30日は、ボニファシオの日として、フィリピンの祝日となっており、政治的なものも含めて様々なイベントが行われている。ボニファシオの肖像貧しく家柄も低い家庭に生まれ、マニラの保険会社の事務員として働く一方、苦学、 そして、多くの外国語を独習、独自の革命理論を開いた。ホセ・リサールにより、民族団体、ラ・リガ・フィリピナが結成されるとボニファシオもこれに参加、リサールの逮捕、流刑をきっかけに、同団体が解体すると、1892年彼は、独立革命を目指す秘密結社、カティ・プナンを創設した。彼に率いられたカティ・プナンは1896年8月に、 武装を放棄した。当初はスペイン軍に対して苦戦したものの、カティブーナンの地方組織の幹部となっていたプリンシパリーア僧が影響力を持つダガログ地方では勢いを盛り返し、スペイン人支配からの解放を実現した。しかしこの過程で独立勢力内部で対立が生じた。貧困層出身のボニファシオは独立後のフィリピンで、 社会的平等を実現する革命を志行していたが、独立派内部で次第に力を強めつつあった、エミリオ・アギナルド・ラ・プリンシパリアは、フィリピン人の中では高い家柄を誇っている、伝統的な有力者、名望家であると同時に、19世紀前半のマニラ、開港以降の社会変容の中で、所有値を拡大し資産化に上昇した人々が多かったため、 自分たちの経済基盤を脅かすボニファシオの路線には反対であった。ボニファシオとアギナルドは革命の方針をめぐって対立したが、多数派となっていたアギナルド派はボニファシオ派に勝利し、アギナルドが独立派の全権を掌握するに至った。敗れたボニファシオはアギナルドらと他元を分かち、独自の独立革命を進めようとしたが、 彼の離反を恐れたアギナルドにより逮捕され、1897年5月10日に処刑された。20世紀初頭からアメリカ人研究者によってフィリピン革命の主要な担い手は、富裕なエリート知識階級であるとされてきたが、フィリピンでは1956年のテオドロ・アゴンシリョチョ、大衆の宝庇、ボニファシオとカキプーナンの物語の出版以来、ボニファシオが、 フィリピン革命を担った民衆の指導者として国民の英雄とみなされるようになった。フィリピン革命の解釈をめぐってアメリカ人とフィリピン人の歴史学者たちの間にこうした祖母がある中、フィリピン革命100周年を目前にした1997年にオレゴン州立大学教授のグレンメイが、英雄の鉄像、没後作られたアンドレス・ボニファシオ像を表し、 ボニファシオに対する評価は、学問的な資料交渉に基づいたものではなく、不確かな資料やインタビュー記録によるものに過ぎないとして、フィリピン革命は、地方権力者層の指導力の下で民衆を率いた、独立革命であり、民衆が独自の革命思想の下で戦ったわけではないと、主張した。これに対し、フィリピン人研究者のレーナルド・イレートは、1998年の、 フィリピン人と革命で、名の言説に反論し、アメリカは、フィリピンの植民地支配政党化のために、フィリピン革命を大衆放棄でなく、エリート層の放棄にする必要があり、大衆層であるポニファシオが、革命の英雄であっては、都合が悪いのだと批判した。ありがとうございます。